はい、ありがとう整体の平野です。昨日ですね、まあ、名古屋から車で1時間半から2時間ぐらい、2時間ぐらいかかったって言ったかな、まあ、初めて来られた方なんですけども、まあ、ご紹介で来られたんですが、まあ、随分前から、まあ、勧められてはいたんだけども、やはりその遠いということで、まあ、地元で、まあ、その鍼灸だとかね、整体を受けていたという方で、ね、でもどうにももうならなくなったのでという形で、来ていただき、そして、まあ、調整をしていくに従って、まあ、地に足がつく状態もすごく変わりました。で、靭帯が、ね、緩んでいる部分も、まあ、締まったんで、あ、全然違いますというね、まあ、その方はちょっと分かっていただいたんですけども、まあ、そこにプラスですね、今、まあ、この1ヶ月以上になるのかな、もう2ヶ月ぐらいになるのかな、この肋骨調整、鎖骨調整、肋骨調整をね、ぴっちりやれるようになったことでですね、もう本当にこう生きてよかったというね声を、いただき、で、まあ、来週のねまた、予約を、していっていただきました。まあ、本当に整体、まあ、星の数ほどあると思うんですけども、まあ、この私がやっている整体は、まあ、東京、大阪、名古屋、まあ、本当にたくさん大都市圏の中においてもですね、本当にやっているところは、まあ、多分一つも、ないと思います。ですから、大阪からもですね、今も毎月ねこう来てくださる、お客様もいて、まあ、こういうコロナの時期に出てますね。で、今度は東京にねまた12月に、伺うんですけども、もうポツポツね予約をしていただいているという感じです。値段はね結構高いんですけどもね、まあ、そんな感じで、まあ、もちろん、完全でもないしね、全部私が直してやろうなんて、まあ、本当におこがましいことなんですけども、まあ、私ができるのは、まあ、普通の整体師、普通の人たちが、治療師が、まあ、気づいてない部分、でも私はすごそれがすごくまず基本的に大事なことであるという、考えている部分を、は調整できるのではないかというふうに、まあ、ここは、もういろんな有名なね治療院、整体院に行ったけども、行ってきたという人たちが来て、その部分は本当に治ってないんですね。地に足がつくだとか、座骨のね、この柔らかさだとか、特に靭帯のね、関節の靭帯の問題、一切治ってないので、やはりその状態でね、いくらいろんなことをやってもですね、私は基本的なものが揃ってないんで、まあ、本当にこう、繰り返しになってしまう、そんな風に思っています。もちろんその基礎だけね、作れば、まあ、自然治癒力が働いてという風に思ってきたんですけども、まあ、現代人はやはり本当に、スマホパソコンをはじめですねすごいこう緊張状態なので、そこをプラス、やっぱりこの、まあ、今までの整体だとかねそういったものの、まあ、力を借りて、やれる。でそれで、今はですね短時間にそれができるように、今までは、まあ、その基礎的なものを作ることにねこう四苦八苦して、まあ、1、2、3回、かけたりとか しながらなかなかその緩める方までこうとても時間がなくてできなかったんですけども、まあ、今はですね、その基礎的なことももうバシッてやれて、そして緩める方もねできるようになったので、まあ、1回目2回目からでもですね、かなりですね手応えを感じていただける方が、まあ、多くな全員じゃないです多くなってきたというふうに思います。という話でした。